いや、佐川様退場するの未だに信じられませんわよね。大丈夫なのか、立花は。ほんとよ、なんか。とりあえずは、ね、運転手だけで母言ってましたわよ。ここだけの話。え？社長は随分前から腎臓を酒の飲みすぎ。待って、確かに私の位置間違えてた。社長が腕をなくした時。あー、そういうこと。輸血するまでにだいぶ手間取ってな。っていうか小田様めちゃくちゃ仲いいのね。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長は1日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。今日できてなかったってこと。そんな体で登場会を敵に回してきた。今ちょっとやばいって時に、いやでも透析しないとってすっごい大変よ。体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう、ね、それでなんかこれからどうする。2日に1回とか3日に1回のイメージ。全部社長が目覚ましてからのことだ。すごい、大丈夫って心配してる。闇医者は、ノー！ええ、皆様方、コウモリの入れ墨がありますわー。いやでも待って、こんなしょぼいことしないと思うのね、立花様。だって意味なくない？強そう！絵に描いた強そうな中国のおじいちゃん。こちらはアジア外の顔役で、陳さん。仙人。陳さん。料理人の方。飛龍一馬さんだね。元堂島組の。いい声しかおらんな。陳先生は中華料理の巨匠。在日華僑に3人いる長老の。長老。そちらの客人はアジア外に関連できる。やだ、怖いですわ。その人は。あの道島や警察にも追われているね。でもここのトップは許したって。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。ですわよね。アジア外は同胞を見捨てることはしない。見捨てたけどな。だが大阪のやつは、桐生さんは日本人の役。大阪のやつは見捨てましたけどね。立花不動産はこの件、ダメだね、我々に対して事前に話を通して。カテゴライズでね、決めつけるのがやっぱり争いのもとですから。やむを得ませんでした。こちらの方々はきっとちゃんとされた方々のはず。ここを追い出されれば、桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。まあでも言ってること正論でしかないですからね。立花不動産からの上がりはアジア外にとってもでかいはずです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。厳しい。じゃあ他に何が必要です？言ってください。何を渡してもダメって感じがします。立花様、ちょっと投石終わったの？礼儀を忘れて交渉はできませんよ。小田さん。小田っち。陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。おお。私たちもアジア外にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。もうカリスマありますわ。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でもそんな社長、マップを作ったのに。小田、もういい。マップを作ったのに。事情はよく分かった。帰る前にお茶を一杯どうだ。怖いですわよ。そのくらいはここにいても構わんよ。お気遣いなく。なんかしびれ薬とか入れられそう。そんなことしないか。老人、あの老人じゃない、あの長老だから。老人だからそんなことしないわ、暴論。老人もする。すみません、桐生さん、ここまで堂島組を恐れているとは思ってませんでした。まあ、トラウマみたいなものもあるんじゃない。風間のおやつさんも言ってた。だからその時、この時の話ってことね。かなりの血が流れたらしい。また連絡してくれ。許せねえ。それなら堂島組許せませんわ。西公園で身を隠すのが良いかと。許せ。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。明日え向かいに上がります。なんか王子様みたい。私も言われたい。向かいに上がりますって。野宿は嫌かも。かける言葉が見つかりません。見つかりません。はっはっは。面白。それじゃあ明日だな。え、何イチャついてんの。ええ、それではまた。やりますか。はいはい、お金いただきますわ。いいですわね、やっぱりこのぶん殴ると金が手に入るの良すぎ。え、おいしょっと。金が手に入るのは気持ちがいいですね、本当に。ねえ、気持ちいいですわよ、教えてあげる、ほら。おいしょ。ラッシュ極み。300万も手に入りました。皆様すごい。今夜一晩、なんかちょっと優しい声。どこかに寝られる場所はねえか。ね、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ガチで言えなくなりましたからね、燃えて。ただ、襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。キリュウちゃんもないですよ。バカ言ってんじゃねえ。バカ言ってんじゃん。
好きに使ってくれ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。まあ、これぐらいずぶとくていいんじゃない。すまねえな、ありがとう。え、本当にいたの、こういうの最低よね、こういう方って。そのホームレスの方にそういうのするって、自分もそのやり返されないと思うのかしら。親父狩りって確かに聞いたことありますわね。でも今も成人男性なんだから普通にやられちゃいそうじゃない、若い男の子でも。まったくふざけんなよ。世の中舐めた少年、そろそろ舐めるのやめたら、舐めるのやめたらいかが。こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。どうしようかしら。何がどうただで済まねえんだ。そんなで許せない。謝ってるつもりか。謝る相手を間違って。そうですわよね。誰に謝るべきかな。おら、しもうみんな寝てるんだ。怖い。声が大きいよ。怖い。おじちゃん怖いよ。おじちゃん怖いよ。怖かった、おじちゃんのやり方が。ちょっと佐川を彷彿とさせた。ありがとうよ、あのガキども。ちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。静かになりましたわね。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。まあでもね、おじさまもちょいちょいペシぐらいで終わらせてくれたでしょう。聞いてなかったな。俺は桐生だ。やっぱりね。あら、来ない、かっこ来れない。安心してくれ。二度と来れない体にしたのかも。怖すぎる。あんたを売るような人間はいない。え、優しいでしょ。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。そうか。昨夜はゆっくり寝られたか。寒かったろ。でも心はあったかかった。いや、いい宿が見つかったんだな。久々にまともに寝られたぜ。それより立花は。社長は今あるところでお前を待っている。ん、あるところ。どこで待ってますの。どこだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。でも、うん、いいか、立花様がやることといえば。ああ、頼む。ここはまさか。まさか。あれ、やっとわかったか。登場会本部。なぜ本部に。何の真似だ。おだおだっち。社長は今登場会のトップにあんたのこと掛け合ってる。え、堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。登場会の本部って誰だっけ。一番上って誰。登場会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。もう見慣れた本部。全員殺されるぞ。この顔の桐生ちゃんかっこいい。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。分かってて。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。でも立花様ならなんかやってくれそうな気もするのよね。不思議とサプライズ旅行みたいなのやめてもらってもいいですか。いや、ちょっと今から行くからちょっと気合い入れといてほしいとか言ってほしいですわよね。立花様、うまくいってますか。ご存知でしょうが、登場会二代目代行。誰。新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。二代目なのに代行なのに最高権力者なの。お前が桐生か。なるほど、その目つき風間の若い頃を思い出すな。あ、でもなんか可愛がってくれそう。ちょっと新原様、適当に座っていいぞ。あ、いえ、どこがいいか。座れねえここで。あ、じゃあここ座りまーすって。座れませんわよね、ちょっとさすがに。じゃあ始めるか。何を始めるんですの。何も聞いてないんですけれども。先ほどもお話ししましたが。あ、お話をね。私の望みは、はいはい、うちと登場会さんの神室町での共存です。ちょっとあとも立花様にお願いしておきましょうか。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。ただ登場会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。嫌なルールね。怖がらなかったら。私は登場会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったから。気も座ってますわね、立花様。何か手土産があるということか。可愛い、ちょっと、ええ、手土産。その上で一つ、私じゃないわ、二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。何ですか。堂島組に桐生さんから手を引くよう登場会本家から。あ、よかった。働きかけてください。その手土産はこちら桐生さんですって言われたら泣いちゃうところでしたわよ。ご存知かどうか、桐生さんを消そうとしています。どうも、手土産の桐生です。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだ。ない。お持ちした手土産が届いたようです。
入れてやれ。何？手土産なんなんですの？え？何？怖い！妙に厚みのあるアタッシュケースが怖いですわ！妙に厚みがありますわ！金だー！誰かの首とか入ってたらどうしようかと思いましたが、シンプルなマネーですわ！出前館様ありがとうございました。5億あります。5億これを桐生さんの命の代金としてお納めください。桐生様高っ！5億命に高いとかないか。これは前金です。道島組の動きが止まりましたらさらに5億10億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東条会本家に納めさせていただきます。道島組よりこっちの方が割がいい。たかが極道崩れの男の命に10億とはな、どこまでの価値があるのか。なんかあるみたいです。その程度の金ならいくらでも作れますが、まあ、確かに作れるな。本当の友人を作るとなると、えそうはいきません。あ、ちょっと待って、おだっち色あしてない。差し迫った事情を言えば、大丈夫、私が殻の一粒を手に入れるには、大丈夫、これどうしてもベルセルクみたいなこと起きない、力が必要です。大丈夫。ずいぶん高く買われているな。どうでしょう、新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。まあ、それは事実よね。多分見返りは別にない。ね、でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。今も忠実なんですもんね。私の個人的な印象では。堂島さんはそのあたりが分相応に思います。立花様言うわね。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。いやでもそれじゃ言うこと聞かねえぞっていう感じが、あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬今から東条会本家の預かりとする。あら、手出しは無用だ。あら、通りましたわ。まあでもそうよね、今マイナスなんもない。まああるとしたらなんでだよ。貴重なお時間をありがとうございました、二代目代行。これでちゃんと二代目代行って呼ぶのいいわね。さっきは代行って言って。みんながムッキーとはしますけれども。キリュウ、え、何ですか。風間がお前くらいの年の頃、え、あいつがどんな極道だったか知っているか。ヒットマンだと思ってましたわよ。いえ、詳しくは。3割でかい、本当に。一言でいや、一気当選だ。腕といい、度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか。いや、なんかいいわね。見させてもらう。だからちょっと雰囲気感じてるんでしょうね、風間様の。で、多分やっぱすごい方だから何も知らんとかじゃなくて、多分ちょっと聞いてたんじゃない、キリュウちゃんの話も。なんで風間様堂島のおっさんの下にいるの。あ、なんか来た。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなんでなさそうだ。なんで交渉がまとまった後にこう出られるとなんでなんですの。予想外でした。まずはこれだからヤクザは面白い。まずはじゃあこれで行かないとダメだよ。裏切られただけじゃないですか。いや違う違う、裏切ってるわけじゃないんですのよね。じゃあなんで。そうそう、ビジネスの話はまとまっても、まあ、そこがけじめは取れってことなんでしょ。ヤクザですわよね、なんかイメージだけど。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。これをこれ抜けられねえみたいなんじゃできねえぞっていうけじめはつけろってことですよね。じゃあ無茶でもなんでもこれが極道の流儀なんでな。やっぱそこら辺は立花マフィアとヤクザは違いますもんね。大丈夫ですわ。ま、ドラゴン殺しはないですが、キリュウちゃんはドラゴンなのでね。
ぶっ倒せば終わりでございますわよ。私の拳には10億の価値がございますわ。いきますわよ。よいしょー。おー、いや、これ助かりますわね。はい、いや、もう荒稼ぎですわよ。これで全員やったら壁は消えます。あと3人相手に全力でかかってきやがって。まあ、でもこっちはね、それを倒せばいいだけですから。安い商売ですわ。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。ええ、それは分かってますけど。オダッチはめちゃくちゃ立花様のこと好きなのね。今までに何度も経験したことですか。そんな感じじゃない。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。そうでした。なんかこの3人、それじゃ一丁ビシッと言えますか。仲良くなってきてない。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の古剣に関わる。立花さんなんか楽しそうだわ。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。参りましょう。なんかこのメンツ仲良くなってきてる。さっきお友達って言ってくれてましたしね。大丈夫、立花様。はい、殺してません。ほら、よいしょ。立花様もこう来てくれるの嬉しいですもん。すいません、すいません、もう死にかけのあなたにこんなことをするつもりは。道路で殴ったら人は死ぬのよ。行くわよ、プリキュア。ダブルアタック。いや、ちょっと、お、立花様、行きましょうよ。すごい、組体操みたいな。あ、剣を持っている。あ、おだっち、あぶなー、あぶなー。下手したらいろいろ死んでいる。下手したらいろいろ、え、危ない危ない危ない、行きましょうよ。おらおら、負けるかー。押し切って差し上げます。殺せません、殺せません、本当に殺せません。みこしば、おい、構えても殴ったら終わりなんですわよ。おら、これでも出られるんじゃございませんか。なんとか。それより先を急ぎましょう。二人とももうプリキュアしましたからね。急ごう、急ぎましょう。マスターキー様、マスターキー三越様、どうもありがとうございました。いいわね、一緒にお願いします。やりますわね、小田様。立花さん、すごいボクシングポーズ。二人で行きましょうよ。これ乗ってもらってね。乗ってもらうの結構可愛いって言わね。ほら、なるほど、マスターキー、誰か。マスターキーでもない、通行止め破壊。ここから先は一方通行だけにさせませんわ。おだっちが頑張ってるの。あ、急がないとダメでしょ。おだっちが一人で頑張ってますよ。ダメです。1億超えた。どうも、1億点バラサラビでございますよ。生き延びたのか。おだっちボコッチになっちゃいますからね、普通に。ここに長いは無用です。行きましょう。皆様、逃げますわよ。あの風間が目をかけただけのことはある。ま、ですわよね。あれもいつか化ける男なのかもしれない。いや、桐生ちゃんはずっとこのままなのよ。それがいいのよね、桐生ちゃんって。桐生ちゃんって何年何十年経っても何も変わらない気がする。本家がちゃちゃ入れてきやがった。ちゃ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 、道島組は桐生一馬に手出し無用とな。はい、そんな感じなので。そいつは立花不動産の手配りです。親父、俺にはさらにこの次、立花が桐生をどう動かすかも分かります。ここで頭脳バトル。彼の一壺は俺のこの手で差し出しますよ、親父。インテリ、ここまで全て計算通り。絶対分かってない、適当を超えてるだけよ、あの男。おだっちの心が曇らないか心配。いつまでこんなところにいるつもりだ。友達って言ってて。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。それを言ってくれるのもなんか嬉しいわね。あれだけ国道相手に暴れ回れりゃ十分だ。
ただ死に物狂いだっただけですよ。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。俺の知らない何か他の価値があるのか。これ好感度次第でここがおだちだったってマジです。企業秘密というわけにはいきませんか、ね、立場ぬるっと入りましたわ。これ社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は確かに立場様とのイベント多かった気がしますよね。命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんはそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。それなんですが、めちゃくちゃ甘い声で咲いてきそう。昨晩ようやく空の一つの所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。大阪に蒼天堀。ええ、ですがすぐにこちらから出向くには行きません。ドイツ。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀。もしかして誠、所有者の居所を突き止めた奴らか。え、誠なんじゃない。おそらく。え、誠よ、きっと渋沢組の人間です。問題はその渋沢以外。誠様だわ。あの近江連合までが動いているらしいということです。行動は控えるべきでしょう。あの一粒が大事ってことも。そいつはあんたらしくもね。ビジネスにリスクはつきものだってな。うわー、それをあいつに教えてやったのがあんたじゃなかった。これ絶対刺さってます。立花様に待たされるのも性に合わない。これで出会うのね。あんたがどういうが、物語たちが一人ででも蒼天堀に行く。もうコウモリも気になるのね。空の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。俺も行きますよ。あ、おだっち。桐生の言う通りです。おだっちなんか曇ってない。大丈夫。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。あら、冗談も言うようになっちゃってもう俺のために10億出してもらってる。あんたに金出させる気はねえさ。仲良くなっちゃってる。小粋な立花ジョークでしたら結構です。なんかちょっと大丈夫。おだっち横でグイーって顔しない。俺の方が先に社長と一緒にいたのによってなってませんか。油断すんなよ。爆弾処理しないと。分かってる。それじゃあ後でな。この二人めちゃくちゃルート入ったらめちゃくちゃ甘い声で支えてきそうな二人組なのよな。二人どちらもそんな感じしない。まず準備ができたらチンのお店に参りましょうと。準備良ければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。これしばらくもう帰ってこれないのかしら。ああ大丈夫だ。問題ない。そうか、よし。それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。はい、お待ちしてました。あ、どうも。すいません、あなたが蒼天堀に行く前に、あ、空の一壺の持ち主についてお話ししておこうと思いまして。お願いしますわ。寝ちゃ寝るとかやられてましたからね。キリュウさん、あなたは空の一壺にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。それを今教えてくれると、ですが桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、死ぬってこと？無事にカムロ町に帰ってきてください。何それ。桐生さん、その CM の後でみたいな感じでやめてもらえますか。それで空の一粒の持ち主はどういうやつなんだ。ていうかあなたが死にそうなのよ、立花様のバカ。若い女性です。やっぱり誠ちゃんですわ。どうも目が不自由とのことで、なぜほぼ失明しています。知らない間に。え、その殻の一壺の所有者は牧村誠という人物です。なんでこっちを見てるおじさんのカットが入ったんですか今。なんでこっちをニコニコ見ている方が7500万円ありがとうございますわ。